ちらソニーエリクソンのエクスペリアアークです。じゃん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 、パン、ピンクです。こちらピンクになってます。ということで開発担当の寺岡さんにいろいろお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらはピンク、どうされちゃったんですか、はい、ピンク。そうでした、どうしちゃったんでしょうかね。どうしちゃったんですか。まあ、スマートフォンって今までどちらかというとこう黒とか白とか、はい、比較的こう定番なものが多かったんですけれども、はい、まあ、今回こちらの機種については春らしいピンクをというところで、はい、まあ結構珍しいですよね。で女性の方とか、はい、ちょっと若い方、例えば新入学生であるとか、うんうんうん、新入社員とかですね、はい、そういうまあ春にぴったりなですね方にお持ちいただければなと。あ、だから桜ピンク。もちろんでございます。なるほど。だってこの女の子ってやっぱりこの黒とかこのシルバーとかなかなかもなんか可愛いな、ね、っていうことはないじゃないですか、うん、スマートフォン欲しいけどなみたいな。あ、おっしゃるとおりですね、はい、結構今、まあ、スマートフォン話題になっていて、はい、いろんなところで取り出されてはいるんですけれども、はい、やっぱりまだこう女性の方とか、はい、そういう方、まあ、若めの方にお使いいただくっていうところまでなかなか行ってないところかと思いまして、はい、ただ、まあ、使ってみたいとか興味があるというお客様に、まあ、手に取っていただけるような商品ということを考えております。パッと目につきますもんね、このピンク。その通りですね、はい、私も今これを見てすごくテンションが上がりました。ありがとうございます、はい、スマートフォンを使いたかったんですけどなかなかピンクにこだわりがあるので。そうですね、まあ、あとこちらこのソニーエリクソンの、はい、まあ、エクスペリアの、まあ、新機種、はい、新シリーズの新ラインナップの、まあ、一番、まあ、最上位機種といいますか、まあ、グローバルフラッグシップモデルになるんですけれども、1月の頭にですね、はい、全世界でこう発表されたものでして、はい、今まさに世界中でホットの端末になってます。でデザイン性、まあ、進化したポイントとしてはこのデザイン性であるとかこの、まあ、はい、アークラインというようなところ、アークといいますかこの弓なりな形状ですかね。この形状が持ちやすいっていう持っていただいた感触でいかがですか、はい、持ちやすさとか、はい、そう手に馴染みやすさとか、握りやすいですね。ありますよね、はい、そういうところも、まあ、かなり考え尽くされたデザイン、あとはその見た目でいうところのこうプレミアム感みたいなものをしっかりと演出しているというところですね、はい、あともう一つちょっとデザイン的なところとしては、はいはい、このディスプレイのところがですね、はい、こうパッと見ると真っ黒なこう一枚のガラス板のような風に見えると思うんですけれども、はいはい、まあ、こちらも本当に黒い板ガラスといいますか、まあ、モノリシックデザインというなんかコンセプトなんですけども、はい、まあ、ブラビアとかでも採用されている技術を採用しておりまして、ブラビアも、はい、ソニーのブラビアという液晶テレビですね、はい、で、まあ、このなんて上質さみたいなものを演出しているというところでございます、はい、すごい、ここの形状がとっても可愛いのにかっこいい見た目が、はい、可愛いかっこいい、なんて言うんですかね、これかっこいい、かっこかわいいでいいですか、かっこかわいい、かっこかわいいで、はい、そんな携帯になってます。はい、すごい。 あとはなんかいろんな機能が、あとはですね、はい、まあ、機能的なところで申し上げると、はい、まあ、今回 Android っていう OS を使っているんですけれど、はい、2.3 っていう、まあ、一番新しい OS を入れていますと、うん、であとはまあ、今まで Android っていう端末っていろいろあったんですけど、今回こちら特徴的なのは、うん、その Android のスマートフォンにこうソニーならでは機能といいますかですね、ソニーならでは機能、ソニーさんのならではの機能が入っているというところです、はい、で大きく、まあ、2つご紹介すると、ディスプレイのところ、ディスプレイに、あ、ディスプレイというか、まあ、動画の再生ですねのところで、うん、モバイルブラビアエンジンという、うん、まあ、これもブラビア液晶テレビでおなじみなんですが、はい、の映像エンジンを入れてますので、高画質でもう高解像度な動画を楽しめる、はい、まあ、外出先であるとか、はい、どこでもそういう動画を楽しんでいたことができますという点が1点、はいはい、あともう1点は、やっぱりソニーさんといえばカメラ、カメラ、ソニーさんのデジタルカメラってすごい有名ですよね、はい、そちらに標準的に採用されているエクスモア R というエンジンがあるんですけれども、はい、そちらを搭載しています。お、何ができるかというと、若干こう暗いところでもこう高輝度にですね、発色よく撮影ができますので、はい、例えば夜景とか、はい、夜ちょっとこう遊び行った時とかですね、はい、そういうところの撮影とかでもこうすごくフラッシュがなくても綺麗に撮れるというところが一つポイントになっています。デートで後ろ暗くて2人でこう撮ろうとしてもちょっと暗いなっていうのがなくなると。その通りでございます。いいですね、うん、これは、あとなんかここの部分に、はいはいはい、はい、HDMI のインターフェースを持ってまして、マイクロ HDMI のインターフェースを持ってます、はい、なので、まあ、HDMI 対応の、
まあ、ご家庭の液晶テレビとか、うん、はい、そういったものと接続いただいて撮影した動画とか写真とか、まあ、そういったものをこうダイレクトに、はい、見ることもできますと、はい、大画面で映像が見れちゃうんですね。そうですね、まあ、あとエクスペリアでおなじみの、はい、タイムスケープっていう、こういうタイムスケープ、はい、まあ、ツイッターであるとか、はい、着信の履歴であるとか、はい、そういった、まあ、こう生活の中でいろいろツイッターの情報とか、うん、あとその着信とかメールとかっていうのが、はい、携帯電話なんでもちろん来ると思うんですけども、はい、そういったものをリアルタイムにこう、流れるように表示してくれるこうタイムスケープという機能は全機種でもあったんですが、はい、まあ、今回もしっかりと搭載されて、じゃあ大好評だった、大好評でございます。なるほど、それともう1点だけ言うと、はい、我々ドコモがですね、まあ、一番今、まあ、なんでしょう、 i モード系のサービスの注目というか、まあ、かなりは i モード系、 i モード上でかなりこう流行ったサービスを、うん、移植をしておりますと、はい、で一つが、ご案内できるところとして BTB が今回 BTB 対応させていただいてます、はい、ドコモさんの動画、今新しいドラマとか始まりましたんで、はい、雪貞さんのなんとかってやつが始まってます。見ました、見ましたというか、イケメンだらけ、はい、今のあすごい、なんだこれ、映画かな、舞台かなと思ったら、あ BTB なんだって思いました。なのでそういったこう話題のですね、はい、ドラマもこちらの、はい、こちらでモバイル、まあ、モバイルと言いますか、と思いますよね、エクスペリアアークで、まあ、どこでもお楽しみいただきながら、はい、綺麗な映像を楽しんでいただくことができるというところですね、はい、しかもそれをテレビにつなげて見ることもできちゃう、BTB が見れるかはちょっと確認が必要ですけれども、なるほど、はい、わかりました。はい、では最後に動画撮影をしたいと思います。いきます。もう一回言っていいですか、うん、もう一回押してピッてなるまで押して、長押し、うん、長押し、ちょっと長押し気味ですね、はい、すいません、はい、では最後に動画撮影をしたいと思います。いきます。こんにちは、初音リオです。お肉大好きです。この間ラム肉食べましたけど、ラム肉はちょっと苦手でした、残念。では開発担当の寺岡さんを写したいと思います。じゃん、エクスペリアアークよろしくお願いいたします。ということで、このエクスペリア越しでバイバイしたいと思います。バイバーイ。